よし、俺は撮ってる。よし、俺も撮ってる。オッケーと思う。お、あまり撮れてないから。それな。さあ、じゃあやっていこう。よし、やっていきたい。いくぞ。おう、ちょっと待ってくれな。いいかい。さあ、まあ世界ね、最短の滑走路で400メートルで離陸実験をしていこう。今回は世界で一番短い滑走路、サバのサバのシティにある、なんだっけ、なんとか空港のそうだね、世界で一番短い 400m の滑走路で飛べるのかという、という実験をね、やっていこうと。実験をやっていきたいと思います。美穂さんがイーグルで、ね、そう、イーグルで、ライフさんが C5 っていう C5 のギャラクシー輸送機だ。よし、じゃあ、まあ4発電機だったらやっていこうか。カオスでしょ、もうもう C5 がおかしいよ、だって C5 だって、割とクレイジーだよ。そう、俺はともかく C5 がおかしいよし、じゃあ俺先行くぞ。了解だ。よっしゃ、 C5 の4発エンジンで頑張るぜよし、じゃあ行くぞ。ペイロードはもうやばいな。よし、さあ行くかな。あ、行け、イーグル。ちょっと待った、やばい、ラダーが大丈夫か。大丈夫か、スピンしてるぞ。オッケー、いける。上がれ、上がれ、待って、やば、上がらない。いや、上がる。横滑りしてる。オッケー、でも上がったぞ。マジで俺の方から滑ってたけど。マジで俺今上がったよ、ちゃんと。滑ってるだけに。マジか。ちょっと滑ってる。嘘、俺飛んでるよ。マジで、うん。嘘だろ。俺もう飛んでるよ。よし、じゃあ次ライブさんの番だな。行くぞ。世界で一番短い滑走路で C5M ギャラクシー、 C5 ギャラクシーは飛べるのかと。パーキングブレーキをかけて、あ、滑走路に、まっすぐね、滑走路にまっすぐ入ってから、ほんとすげえな。すごいでっかいな、飛ぶか、ほんとそれ。しょうがない、パーキングブレーキかけてからフラットちょっと下ろして、うん、フルスロットルにして短すぎでしょこれ。400m はね、短いよ。見た感じ 400m もなさそうなんだけど200m くらいしかないんじゃん。C5 のサイズ比がおかしいもん、滑走路に対しての。よし、いいぞいいぞいいぞ。おう、パーキングブレーキ解除、いけ、パワーパワーおお、でも動いてる動いてる。さあ飛ぶか、飛ぶかが問題だよね。飛ぶとは思えない。ここでフルスロープ、フルいけ、パワー、飛んだか、飛ぶか、ドアで、どうだ、どうだった、おお、上がった、行ったぞ、お、行った、おお最後なんか金に森の中に羽を引っ掛けたね。あ、さらしでも飛ぶんだね、400あれば飛ぶんだ、C5 も。足がさ、うん、ちょっと下りになってるから、あ、空母みたいに、なるほどね、ちょっと飛ぶという嘘検証でした。ちなみに今回 C5 はペイロードは空で、パイロットの体重までゼロにしてきました、うん、パイロットもゼロなの。 10% だっけ、ずりました。軽いな、すげえ軽いから、これであれだっけ。まあ一応飛ぶと、イーグルはチェック、そうだね。まあとりあえず C5 もイーグルも400あれば飛ぶという。なかなか無理やりだったけど、うん、相当ねあれだったけど、まあ飛ぶ飛ぶという検証結果です。さあ、はい。なんか企画倒れした気がする。大丈夫だ。そうだね、じゃあ大丈夫ってことで。3、はい、2、1、しっかり。何ノットで入ればいい、これ180ノット。 OK、 割と出てるな、これスタートした時から。やるぞ。300ノット出てたもん、スタート時から。スポイラー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 。さあやっていくか。おお、だからどれぐらいの高果率で侵入していいのかもよくわからん。俺についてきて。ついていきたいのは山々なんだけどね。お前低いぞ、山に当たるぞ。マジか。
よいしょ、山1個越えないといけないから。あ、そっか。今回は、どこだっけこれ、国、ブータン、ネパール、ネパール、ネパールか、ネパールのなんか山奥にある空港に、うん、着陸していきます。はい、実験ね、実験ね、着陸できるか実験で、ゴーアランドがね、そう、ゴーアランドがね、できない空港、不可能片方が山にぶつかるから、やばいですよ、なかなか鬼畜で、そうそう、なかなか鬼畜、そしてこの天候の悪さ、そう、やっぱ今滑走路確実に俺もう分かんなくなった、マジか、多分正面にあると信じたいんだけど、ギアだ、ギアだ、ラップ置いて、ギア出っ放しだったな、待った、これ本当にこっちでやってたかな、怖いな、俺ずっとでもまっすぐ下がってきたはずだからこの辺にあると思うんだけど、ね、あー降下率が早い、怖い怖い怖い、大丈夫か、当たりそう霧がすごい、霧ってか雲か、雲の中飛んでるのかな、雲の中飛んでるね、これは。あ、見えた、正面、あれかな、あそこかな、え、見えてないんだけど、どうしよう、あ、違う、あれ違う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 、ただの山だった、え、待って、俺は見えた、え、どこどこどこにある、俺から正面どこだー、うら、カオスじゃないこれ、あ、見えた見えた見えた、分かった分かった、そっちか、結構やばいよこれ、マジで、なかなかね、うん、逃げ早い、また俺全然違う方向飛んでたな、あ、そっちか、その中か、ここにある、その山脈というか V 字谷の中に入るのか、なかなかきついな、なかなかの曲芸だなおい、そしてこれで、ね、目の前が山だし、かなりタクシーに入しないといけない、うん、相当きついよね早いぞ、フレア、早すぎた、フレア、やべえやべえ大丈夫か、あ、止まれ止まれ止まれ、あー、やば、俺降りれる自信がないわこれ、あ、跳ねついた地面に、あ、止まった止まった止まった、大丈夫だ大丈夫もう止まったぞ、大丈夫か、お、降りれた、降りれた、かなりゴミランディングだよし、じゃあ次俺だな、そしてオーバーランもしたけどまあまだよくない、俺無理だろ、滑走路に対して90度で進入してるから今、それは着陸とは言わない気がするどちらかというと墜落に近い、あ、いや、ほんとだ、90度どころじゃないよ滑走路どれだ、まず把握できてないぞ俺は、こっちから行くと山に当たるやつだ、あ、見つかった、あれこれ高度高すぎたな、俺か、俺の方だね、スポイラーを、もういいや、無理やり降りよう、諦めたもう知らないえ、そっちじゃないんじゃない、あ、これじゃないかな、これじゃない可能性もあるじゃん、あ、やべ、警報な、あ、失速したここはもう、なかなか気違いだ、あぶん、あー、おっ、あぶねアフターバーナー点火して、どうにかどうにか、あれ、ここじゃないな、ここじゃない、どこだ、もう分かんなくなっちゃった分かんなくなるからもうもうどこだよ、空港を見失う、え、でもお前確かにこの中に入ってたはずなんだよな、こっちに、どこや、どこや、どうして、え、マジでどこだ、ここ、あれで見てみるか、お前がどこか、え、どこあー、そっち、こっち、建物浮いてる、なんか地下や、あれ待って、やっぱりでもないな、どこだ、やっぱ見失った、見失ったか、もういいや、でもなんか滑走路っぽいのあるからそこに降りよう、もうきっと諦めた諦めたおかしいな、でもお前と同じところに来たはずなのに、こっちに見えるあれエベレストじゃないかな、あーかもしれない、あ、いた、見つけた、バーだ、よかった、4マイル離れてるお前から今、なんか逆に見つけてないんだけど、今一つ峠越えたら多分見えるはずなんだけど、
あったあった見つけた。ここだ。俺今あの崖ゴアランドできない側から侵入してる。あ違う違う、こっちから来てる。すごいとこから入ってきてる。やばいよ。ここから頑張っております。ムササビスーツみたいなやつのあれみたいな映画。やばいって。あ、ダメだこれ速度出すぎ。300ノットは速すぎ。ゴアランドできないとか言いつつゴアランドしたい。こっち側から大丈夫だ。いや、いける。あ、キチガイ来た。やばい。やばいやばいやばい。フレア。いや、出てないぞ。嘘。あ、出てなかったな。今出たはず。出た出た出た。一瞬地面に潜ったか。だよね。あ、やばい、これ崖に落ちるかも。あ、おばら、あ。いや、もうスピンさせて。無理やり。おお、止まった。もうこれ着陸って言わねえよ。ほとんど墜落だから。そうね。いや、フィルアウトした方が早い。そうね、それ。ただね、さすがに、うん十億するこの機体を捨てるわけには。まあね。さて、ちょっとリベンジしたいな、また別の機会に。よし。マジやばい。ね。でもこれ多分リアルだったらもっと大変だな、これは。絶対もうやばい。うん。ほんと、よっぽどの極限飛行になるよ。多分、これ、ここの空港用の免許ぐらい欲しい。それ。だって本当にゴアランドできないからね。ね。でもさ、もう一回やるのさ。もう一回やるの？ちょっとそこで待ってて。おい。じゃあ俺はちょっと離れてる。うん、見てる。神着陸行くぜ。おう。じゃあ俺はちょっと建物側から見てます。地図何も見えない。よし、大須高山だった。あ、落ちたな。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。一回やるの。いいよ、見てるから。で、前の航路から。よし、行くぜ。おー、いいぞ。何も見えてねえけど。スキアダウン、チェック。アップ、チェック。低いな、低いんだろう。うん、ちょっと低いんじゃないかな。どこだ、空港は。そのまままっすぐ、まっすぐ。これでも、あ、オッケー、見えた。薄いなぁ。あの、滑走路の前のなんか、ちょっとした丘があるんじゃん。うん、あ、うん、うん。それ邪魔。そう、見えないもん、これのせいで。それのせいでなんか空港全然見えないわ。ね、ひでぇ。鬼畜だわ、ほんとに。そうね、左から入ろう。左から入った方がいい。そうね。顔を避けながら、うん、結構えぐい角度で進入して、うん、横滑りさせて。あ、なるほど。この辺で、オッケーオッケー、空港は見えた。ここら辺で、ラダーを左に切りながら、ラダーを左に切りながら、機体を右に傾けて、バックさせて。来た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 。オッケーオッケー。ほんで、ここで戻して。危ないなぁ、危ないなぁ、おい。フラフラする。おー、でも来た。おー、いい感じにでも来てるぜ。早いぞ。オッケーオッケー。おー、いいぞ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 。おー、いいぞ。おー、いいんじゃない、いいんじゃない、来てる来てる。あ、警報なった。ちょっと落として。来た、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 来た。あー、ガソリン切れる。あ、大丈夫か、いけるか。押せ、押せ、押せ。お、おぉ、一瞬めり込んだな。滑ってる。止まんねえ、滑ってる、滑ってる。あ、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 した。これ、ジェットじゃ無理だな。ジェットじゃきついね、やっぱ。レシプロでやるのはいいかもしれんな。そう、着陸前の修正がマジで無理だ、ジェット。無理。速度が出るからね、ジェットは。そう、戻せない。滑走路に入んない。飛び越えちゃう。そうね。セスナとかだったら安牌な。まあいけるんだよ、うん、ドルニエのあの228ぐらいならまだ
やってみるか。じゃあドルニエで今度今度やってみるか今度やってみよう。じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。いやいやもうそれな。